ートウォーカー。今月のゲストは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智夫さんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、先週ですね、多治見とのご縁がどういったものなのかというのを聞かせていただきましたが、多治見でもいろいろとお仕事をされていたということで、今日はそういったお話を聞かせていただきたいと思います。はい、まずですね、この産業文化センターの上2階で活動されていたというこのよろず支援拠点でのお仕事のお話聞かせてください。はい、2012年から岐阜県の産業振興に実は関わっていたんですね。これは岐阜県産業経済振興センターに拠点がありますけれども、そこで受けて自分で出回って企業さんの相談を受けるってことをやってました。で、2014年からですね、中小企業庁の予算事業で新たな取り組みとしてよろず支援拠点事業っていうのが始まりまして、それ始まるにあたって結局誰が代表を務めるかということで、私自身はその背景として日本生産性本部の経営コンサルタントだったっていうこともあって、で国に対してちゃんとものが言えるだろうからお前がやれって指名を受けまして、はい、チーフコーディネーター、これは代表職なんですけども、を受けてスタートしたのが2014年ですね。で、体制を整備するにあたって相談員を集めるということもありましたし、それと合わせて相談拠点を外地、まあ岐阜のよろず支援拠点があるふれあい会館だけで来てもらうって言っても岐阜県広いですし、はい、それぞれ地域性があるので地域での相談窓口を立てようということで、一番初めに思いついたのは多治見ですね。ご縁が深いので、これは商店主さんとの関わりというのもあったので、で東野新規さんと市役所さんと相談して、多治見市には寄付支援センターがあるのでここを使ってちょうだいというような話になって、ずっと毎週金曜日来てたんですね。はい、いろいろな方の相談があったと思われますけれども、多治見でのそのよろず支援拠点でのお仕事というのは、例えばどういった方のどういった相談があったんですか？そうですね、陶磁器商社さんとか、うん、タイルのメーカーさんが結構大変な状況になる中で、うん、次の展開をどうすればいいかというような、結構私チーフ代表なので、はい、結構深刻な問題だとか大枠でなんかどうかしなきゃいけないという相談を主に受けて、スタッフ揃えて対応していたので、一つ一つの企業の支援の方とかいうのはそういう他の相談窓口の人にお願いしてたんですけどね。このよろず支援拠点に関しては、以前もこの番組で少しお話を聞かせていただいたことがあるんですけれども、その時はもう本当に中小企業の皆さん、少しなんかちょっとうまくいかないっていう困りごと、ほんの些細なことでもいいのでどんどん相談してくださいという風だったんですが、それもやっぱりその国からのお金で運営されていて、私たち相談する人たちはそのお金を払わずに気軽に立ち寄れるというところだった、ね、ということですよね。はい、企業さんから税金集めますよね、法人で、はい、それの使い道なんですね。新たな企業経営者の経営を健全化させて、また税金で返してね、だから無料の経営相談なんです。その国が判断して、そういう相談窓口が必要でしょうということで作ったのが相談、多治見の商工会議所さんもありますけども、はい、これは経済団体なんです。企業が会議所に所属して、その人たちの会費と市役所からのお金で運営しているんだけども、これは会員制のクラブ組織みたいなもんです。それに対してもう純粋に経営の相談を受けます。会議所のメンバーさん同士ですと、なかなか当たり障りもあって腹の痛いところは見せ
られないとか見せたくないとか、ちょっとここぶっちゃけトークだからささやき声でしょ、ね、そんな事情もある中で、はい、それを取っ払ってね、はい、純粋に経営相談を受けるという組織として、はい、そういう意味では会計士さんとも手を組んで、はい、市役所さんとも連携して取り組んできたんですね。なるほど。先ほどこの多治見市の企業支援センターの名前が出ましたけれども、当然この企業支援センターとも二人三脚で、そうです、同じように、はい、彼らが中に入っている事業者さんの支援もしますし、ここを巣立っていった事業者さんの支援もしますし、そういう伴走型の支援っていうんですけども、うん、手続き申請の手伝いをするんではなくて、経営判断に関わるところですね、規模を拡大するのかしないのかとか、経営者さんなかなか一人で悩んでいても解決に至らないようなことを共に寄り添って相談対応するという体制なんですね。それができて、従来の実は産業経済振興の対応というのは大体相談スタッフというのは企業の OB ですが、過去の経験はありますけども、はい、これから新しい仕事でどうしていく、例えば女性がハーブティーのお店でどうやってやっていこうかということは、結構大手の企業にいた OB のシニアの方ではちょっとそれは業界が違いますから答えられないようなことも正直あったわけです、はい、そういうところに対して女性の若手の相談員もラインスタッフとして揃えて相談対応するっていうことをやってきたわけですね。それをゼロから組み立てて、はい、岐阜のよろずを作ってきた良き時代の代表です。なるほど。相談の内容あるいはその方の立場によって相談に当たる方もそれぞれ変わってくるということなんですね。それはどうしても属人性が高くて、はい、経営の経験とか自分の今までやってきたこと、知識だけでは経営はできないので、特にそういうどんな経験があるかということですから、実務経験のある人をそのエリア、例えば飲食店の経営を経験したとかサロンの経営をしたとかいう人を採用して、従来だとちょっとこれはなかなか採用に至らないんですけども、そこを意図して採用して相談員として配置してっていう取り組みをやってきましたね、うんうん、ではいろいろな相談ごとに対して美和さん自身が相談に乗るということではなくて、いろいろなその、ま、話を聞いて参考になりそうな方とのマッチングもずっと行ってきた、ね、ということなんですね。そこの結局鵜飼でいうウッションさんみたいなね、はい、役割、まあ、船頭さんの役割というようなところも必要ですから、どうしても何でも私がと言ってもそれだけ対応しきれないです。岐阜県内に17箇所相談窓口を作って、日曜日は分けましたけれども、全域を全部網羅的に私が全部対応するってことは不可能ですし、そうじゃない人の方が最適な答えを出せるっていう場合もあります。例えば労務相談であれば社労士さんの方が最適ですし、はい、というようなことですよね。あとは金融ですと金融機関の OB だった人の方がいいとかですね、それは金融機関との交渉ごとっていうのも出てきます。そうすると何を問われるかっていうのは、金融機関の人はその過去の経験においてそれを企業さんに聞いてた場合だから、はい、何が聞かれるっていうのは手に取るように分かるわけですよね、はい、ですからそういう人が伴走で支援すれば金融機関さんとの交渉もうまくいくっていうわけですよね。私ではそれはそちら側にいたわけではないですから、そういったことですね。専門性っていうのは非常に重要な要素になってきますね。個別に相談を受けるとそこのきめ細やかさが一番のポイントだと思いますね。そうなんですね。今でもそのよろず支援拠点時代の方々とはお会いしたり、そういったお仕事の話をされるんですか？そうですね、今相談を受けたりとか、はい、まあ、飲みに行ったりとかゴルフ行ったりとかいろいろなこうありますし、はい、園原さんとはもう欠かさず、はいはい、交流がありますよ。そうなんですか、はい。まずはよろず支援拠点を中心にしたお話を聞かせていただきました。